はいどうも、パプンテジ J2 ヌマーチャンネルのつつんです。ということで、今回は苦境の群馬プレオフ進出へガっぷちということで、さあもう J2 も残り数試合に。 えー、なってきましたさあ群馬、ここで耐えることができるかどうかというところです。まあ、僕もねまあ、こうやって J2 の話をしていますが、ウラレッツのサポーターなんですね、えー、ウラレッズのサポーターなんで、まあ、大槻監督にはね頑張って欲しいですし、それこそね、ね裏の、えー、ユース出身の選手も群馬は多いんで、頑張ってほしいんですけども、しかし、まあね耐えどきかなというのはありますね。で 藤枝に関しては前回はまあ長崎ですねにまあ大敗ということで、まあ、僕のメインチャンネルでは長崎をもうですけど J2 でとしてやってまあいます、まあね、あの僕は長崎出身なんでメインチャンネルの方では長崎もねやっていますけどもね、まあ、ちょっとね藤枝、長崎に確かに負けてた、ね、いたんです僕もねその試合90分間見ましたけど負けたんですけどもただまあやっぱね好感が持てるサッカーですよねやっぱこう挑戦的というか、ね、あその狭いところにやっぱパス出すんだとか この狭いとこか打開していくんだみたいな、まあ、見ていて本当に好感が持てるサッカーやってましたね。確かに長崎戦1対5かな、破れてはいますが、ただまあサッカー自体、内容としてはですけどね、やってるサッカー自体は希望が見えるというか、このサッカー進化系が、えー、見たいと思うサッカーでございましたけどもね。と、はい、いうことで、この試合見ていきましょうかね。まずこちら、これが、えー、両チーム今シーズンの成績には、えー、なってきますけど、勝ち点45で14位が封じだというところになってきますね。で ま、え群、ー、馬、え群馬、現在勝点54で10位。ちょっとね、苦しいなっていうのがあります。ちょっと未消化分がこれで終わってしまって、もう暫定順位が、まあ J2 もなくなるわけにはなってきますが、てことで、まあ、えー、両者直近5試合ですが、藤井では調子良かったんですね。まあ、ゼルビア、まって、ゼルビア、ベルディ、清水に負けなしというところで、も、まあ、清水に勝ってますもんね。で、そこでまた長崎戦だったんですけども、そこでは1対5敗戦ということで、本当ね、苦しい、苦しいゲームでございました。 さっきも言った通り、やってるサッカー自体は見ていて、本当に面白かったと、えー、いうところで、いや本当ね、そこを強引にやってくんだみたいなね、藤、まあ、枝らしいサッカーをえー見ることができましたし、途中から出た朝倉選手ですね、いや、朝倉選手は面白いですね、まあ、ね佐野海舟選手と、ねえー、佐,野高本当佐野兄弟を合体させて2で割ったみたいな、なんか、ボール奪えるし、でもこうパスも出せるみたいな、本当ね、朝倉選手の将来は明るいんじゃなかろうかという感じが。 ししましたねで対する群馬、直近5試合が1勝 1, 1, 敗3か1勝1敗3分けで2試合連続でスコアレスドロー中と。 いうところで守備はやっぱ安定してますね、直近5試合で2点しかえ取れていませんのでまあ守備は安定している一方で得点力というところでしょうかねまあ得点も失点も直近5試合で2というところなんでまあ得点、この試合奪うことができるかどうかまあディフェンス面は頑張ってますんでそのディフェンス面の頑張りにですけどもねまあ攻撃陣が応えることができるかどうかというところの鍵にはなってきそうですけどもね。はい でこれが、えー、両者こう、まあ、直近3試合、まあ、過去2019年までさかのっているのもありますが、実は直近3試合、3試合連続で引き分け取ろうというゲームなんで、まあ、この試合、どちらが、えー、勝つことができるかどうか、まあ、珍しいですよね、3試合連続で、しかも、ね、4年の時を経てのも引き分けというところなんで、まあ、なかなかに、えー、この試合、どちらが、ね、勝つことができるかどうかといったところでしょうかね。はい でこれが、えー、両チーム前回先発メンバーにはなってきます、まあまあえっと藤枝に関してはやっぱ榎本選手、横山選手、この左は強烈ですね、で矢村選手も、ね、調子が良さそうなんで、まあ、特にこの左からの攻撃で最後、矢村選手が仕留めることが、えー、できるかどうかで、あとメンバー変更があるとすれば、まあ、岩渕選手のところに、ね、アンデルソン選手が。 入るか、まあ、基本的にワントップの選手ですけども、ただ、ね、シャドウもやってるアンデルソン選手にはなってきますんで、まあ、やっぱ岩渕選手は推進力がありますが、アンデルソン選手は収める、そこで溜め、えー、を作ることができるんで、まあ、ちょっと岩渕選手とは違うタイプの選手と思いますね、でさっき言った朝倉選手もね、まあ、控えておりますんで、ちょっとね、藤枝に関して面白いメンバーが、えー、出るんじゃなかろうかというところで、やっぱ横山選手は非常にいいですもんね、本当ね、藤枝 J2 の、えー、ロナウー G のこと、横山選手には、えー、なってきますけどもね。で えー、群馬もこんなメンバーというところで鍵は佐藤、川上の右でしょうね、まあ、推進力がある2枚には。 えー、なってきます無茶川上選手ですが、ね、ゴリゴリと、えー、強引にいきますしで左は左は中潮選手がビードアップ能力高いですし、まあ、フィード能力もありますので、まあ、左から作って最後右に展開していくみたいなとこもまも、あ、売りにはなってきそうですけどもねだから、まあ、ただね藤枝が3バックなんであんまりこうサイドチェンジ、まあ、中潮選手からのサイドチェンジというのはあんまりこう効果、まあ、効果がないことはないかもしれませんがただね藤枝を守るという結構ブロックを引いてきますんでちょっとそこがどう出るか。まあ、本当はね相手 バックであればね相手が4バックであれば分かりやすくこう揺さぶるみたいな、えー、ことができるんですけどもね、このねまあ、藤田に関しては結構後ろ、まあ、ブロック引いてきますんで、このサイドチェンジがどんだけ効果発揮することができるかとか、まあ、揺さぶるという点ではですけどね、えー、中潮選手の展開力が1つ、えー、鍵にもなってきそうな感じがしますけどもね。はいんで、次こちら。 これが両チームの今回の注目選手ですね。今回注目選手はやっぱりこうね得点源というところになってきますが、横山選手と佐藤涼というところですね。横山選手は今年は5ゴール8足で、いや本当に素晴らしい数字を残しておりますね。37試合で5ゴール8足でと、いやーね、得点関与率半端ないですけどもね。でラストパスの本数72本、ね、佐藤涼は28本、ポジションに若干違いますけどね。ポジションに若干違いますけども、しかしラストパス 本数、こんなに違うと、ね、いうところですね、ただ佐藤遼、負けておりませんね、6ゴール、8アシストなんで、まあ、得点圏に関しては横山選手よりも。 上の数字、まあ、佐藤涼は本当に、ね、僕がギラバンツ北た九州のゲームを、えー、全部見ておりました、で佐藤涼もねだか,らなんかギラバンツ北た九州時代の佐藤涼も全試合見に来たことにはなってきますが、いや J2 でこんだけ、まあもちろん J3 の選手では、えー、ないと思ってましたが、ただ J3 時代よりも活躍をしておりますんで、まあ、やっぱ大槻監督のサッカーというのが佐藤涼選手もねハマ、えー、ってるのかなちょっといありますけどもね。で これが、えー、両チーム20点満点ですね点点満点の、まあ、プレイスタイル指標にはなってきますだから、まあ、20点満点でいうと横浜選手セットプレーからのシュートとかね、えー、ドリブルチャンスメイクでパスチャンスビドアッ見本とレベルが全てが高いと、えー、いうところになってきますで、ね、佐藤遼、意外と、ね、20点満点の指標ではそんなにこうねまあ、決定力が、えー、10ありますけど意外とというところですよねもうちょっとこの辺の数字が、ね、上がってきてるのかとは思ったんですけどまあ 20点満点の指標で言うとやったら横山選手の方がいい数字を持ってというところできます。まあ、数字はただの数字なんでね、やっぱその試合どんだけ力を出せることができるかどうかというところがサッカー、鍵にはなってきますんで、あくまで数字は数字で、まあ、やっぱ試合によってこの数字以上のものを見せることもありますんで、そこは両者は、ね、ちょっと面白いものを期待したというところができますけどもね。はい でこれがえチャンス構築率というところで藤江大悟はオフェンス面の数字はいいですね、まあ、シュートの本数もえチャンス構築率も、まあ、J リーグで上位のこと。 いうとこ、まあ、成功率が10位なんで、まあ、これま出た真ん中ぐらいなんで、ね、まあまあ前えば、藤井では攻撃面ボール持った時に強みが出せるというところですよねただ、一方ディフェンス面の指標に関しては J2 の中でもまあ悪いまあ失点数もそうですし、まあ、非チャンス構築率もそうですけれども本当この辺の守備の数字がもっと上がってくればね来年は上に行けるんじゃなかろうかというところですよね。で え群馬はまあオフェンス面の数字はそんな良くないとか悪い数字が並んではいますがディ,です、ね、ディフェンス面が面が面白いのは非チャンス構築率は22位なんで、まあ、どこのクラブよりも J2 で一番こうピンチを迎える数が。 多い、まあ、相手にこチャンスを作らせてしまうみたいなシーンが群馬一番多いんですけれどもしかしまあねそう非シュートですよね非シュートもリーグで一番悪い、まあ、チャンスは作られてしまうし非シュートシュートも打たれてしまうんだけれどもしかしまあ非ゴールの数は1試合平均0.9なんでここ面白いですよねねシュートまで持ってからまあピンチ迎えるしシュート打たれるんだけれども非ゴールの数は3位と失点率は1試合平均でね1点下まってますもんねで非成功率も1位なんでなんだこのチームは中感じですがそこはやっぱくしびき選手の活躍は非常に多いんじゃない だからまあねゴール期待値のところですねゴール期待値の非ゴール期待値のところですね非ゴール期待値は群馬1.4点まあ、だから1試合平均で1.4点は、えー、取れてもおかしくないみたいな数字なんですけど実際0.9、ね、この差はすごい大きいですよねはいで 得点パターン、失点パターン、一応こんな感じというところになってきます。まあ、えーと、群馬藤,田か、えー、藤枝に関してはやっぱセットプレーとクロスからまあ割合高いですね。で、30メートルのパスからの、えー、割合も多いんで、まあ、これセットプレーだけじゃやっぱゴール前で藤枝ボール持った時は強み出せますんで、群馬そこ、えー、どうされるかどうかでしょう。で、群馬得点率で言うとセットプレーからが順位得点で一番多いですね。それも佐藤良選手の、えー、セットプレー時のキックのセット、これ高いんで、そこはやっぱ、ね、だと、まあ、群馬高い選手、背が高い選手はいますんで、まあ セットプレーの時はね藤田、えー、どういうふうに守ることが、まあ、できるかどうかというところでしょうかね。で、ま失、あ、点、えー、パターンに関しては、一応こんな感じの言うところが出ておりますね。で、これが、えー、90分間監査の平均差といは なってきますがパッと見の数字ではやっぱり藤枝がいい数字持ってるんですがただねこれオフェンス面の数字なんですねこの他のスタッツっていうのはまあほとんどがですけどもねまあ全部が全部じゃないですが基本的にオフェンス面の数字にはなってきますんでやっぱオフェンシブなサッカー展開する藤枝にま優位な数字が出てるというところですだから群馬に関してはこの数字は確かに悪い数字が並んでおりますがさっき言ったでまあどっちかと,と群馬ディフェンスで頑張るチームですまあ本当大月監督の一声で頑張るみたいなチームなんでまあこの辺のねスタッツとして 相性は悪いっちゃ悪いですよね。で、まあ、えだから、群馬本当は、群馬じゃなくて、藤枝が、藤枝は本当に、ね、スタッツとしては優秀な数字が並んでいますんで、本当、順位以上のね、実際の順位以上のものを、えー、持っておりますので、群馬だから最後、粘り強いディフェンスが売りなんで、まあ、スタッツ的には確かに藤枝が上っちゃ上なんですけど、ただ、やっぱサッカーにおいて一番大事なのは最後ですね。最後、守り切ることができるかどうかで、最後、えー、決め切ることができるかどうかというのはサッカー一番、えー、重要にはなってきますんで、そこを両者、まあ、やっぱ藤枝の綺麗なこな崩しのサッカーと、えー、群馬の最後ね、 メンタルでまあね粘るじゃないけどね、こう最後気合いで守るみたいなところ、これ本当ね、対照的で面白いゲームになるんじゃなかろうかという感じはしておりますけどもね、はい。ということで、ここは以上になりますね。さあ、まあ、群馬、じだこの試合が終わった後はですけどもね、もう暫定順位じゃなくて、ほんと、ほんとの順位表になってきますんで、この両者、終わったさどこにかどうかということはちょっと注目してみていこうと思ってますけどもね、はい。ってというますで、以上になりますね。以上プン